きまして春の球根、まあ今ダリアの球根、グラジラスの球根と花の球根を紹介したんですけど、今というか去年の12月頃から、だいたい3月の下旬頃まで販売展開されているのがこの野菜の球根、ジャガイモです。これやはりすごく人気です。今成果もね、成果物も非常にスーパーで買ってもジャガイモ高いので、こういうものを家庭菜園にするとたくさん収穫できて、経済的にもね非常にいいのかなっていうふうに、お財布の方も非常に優しい、家庭菜園かなと思います。こちらの方もまた動画は栽培方法を上げていくんですけど、春ジャガイモ種類秋よりもたくさんあります。秋のジャガイモも1回動画でアップしたんですけど、秋の種類よりも3倍ぐらいの品種かな。品種自体はだいたい15、6品種あって、なかなか店頭に全部並びきらないんですけど、それぐらいの品種があって、まあ、よく有名なのはインカの目覚め。これはもう今飲食店とかでも、ね、よく見かけるかなと思うんですけど、すごくホクホクで甘い、糖度の高いジャガイモです。これが家庭菜園できちゃいます。まあ、他にも北海黄金とかたくさん種類があるので、ぜひそういうものも、まあ、花根元のオンラインショップでも購入することできますし、売り場に足運んでいただいて、そういう商品特徴を見ていただいて買っていただくのも一つかなというふうに思います。まあ、基本的な一般品種は男爵、北あかり、メークイン、まあ、こういうものが一般的な品種になっていると思います。これはねオーソドックスでよく見かける、スーパーでも見かける品種です。先ほど言ったインカの目覚めとか、まあ、北海黄金とかいろんな品種があるんですけども、そういうものはまだまだなかなかね一般流通がしないので、ぜひ家庭菜園で楽しんでいただいて、まあ、その売ってないものを自分で栽培して食べれるっていう園芸の醍醐味ですね。そういうのを楽しんで体感していただけたらなというふうに思います。まあ、ジャガイモの方は植え付け時期が、まあ、2月の上中旬頃から5月頃まで間に合います。まあこちらの方もね、ぜひ春ジャガイモ楽しんでいただけたらなと思います。どうしても、この近年、ジャガイモの方も供給不足で店頭に置けばすぐなくなってしまうものだったので、まあ、今年はねちょっと比較的導入も多く入ってるっていうふうには聞いてますけど、生産状況でいうと、まあ、こういう品種ものインカの目覚めとかなんとかかんやらっていうものは早めに足運んでいただいて買っていただいた方が安全かなっていうふうに思います。こういう一般品種、男爵、北あかり、メークインは比較的量も多いので、まあ不足するのは少ないかなと思いますけど、こういう特殊品種はお早めにご購入いただくことをお勧めします。まあ、ジャガイモの中でよくあるのが、芽が出てるからダメだとか、そういうことはあまり関係ないです。春ジャガイモの場合は、春ジャガイモと秋ジャガイモの違いで言うと、春ジャガイモは、切ってもらえます。切って植え付けて問題ないです。秋ジャガイモは、どんだけ大きくても小さくても、そのまま植えてもらいます。なんでかっていうと、秋の場合は、高温なので腐ってしまう可能性が高いです。切り口からカビが生えて、腐敗する可能性が高いので、切らないと。ただ春の場合は、まあ、気温が低いので腐敗の確率が少ないです。ですので、芋をこう芽を残して切っていただければ何分割かして植えることができるので、非常にこれもコストパフォーマンスがいいかなと春の方は、まあ、なので結構1キロ詰めとか 300g でも買うと結構植え付けることができるので、まあ、プランターの方とかはこういう2球入りとかで十分楽しめるかなと。逆に畑がある方は1キロとか 300g とか容量の多いものを買っていただくことをお勧めします。はい、ジャガイモの方が以上です。続いては、野菜の球根、別のものを、ご紹介しますので、よろしくお願いします。